バウハウス。きっかけは兄貴がいて、兄貴が最初スケートボード始めて、怪我は骨折靭帯骨折、医者からは下半身不随、いつなってもおかしくない、仕事もスケボー、家族と生活するのもスケボー、体を状態をよく維持するのもスケートボード。今も家出たら早くスポットつきたくて、もうそわそわしちゃう今でも。一日でもスケートボードを長くするためにはやっぱりケアとトレーニングってやっぱすごい大事だと思う。なんかみんな絶対一日でもスケートね長く続けたい、はい、スケートを通してこう怪我をされる方っていうのもグリッチョだったりとか非常に多いと思うので、なんでグリッチョしたんだろうってところにあんまり意識が向かない人が多いというか、体の使い方っていうのをもう少し見直してあげると、年齢重ねていくごとに大きな怪我につながりにくかったりとか、むしろそれが影響してスケート以外の日常にも悪影響を及ぼしたりとかもあるので、難しいスポーツだからこそ怪我のリスクも高いんで、体とも向き合ってケアだったりとかしてあげれるともっとスケートも楽しめるだろうし。スケート始める時のあのルーティーンとかやるべきことがあって、あ、はいはい、最初にこいつで膝の筋膜リリースをしてから、これ小川君に教えてもらった。わかりました。膝の関節にこういろんな筋肉が集合してるんですけど、あれを巻いてこういう風にこうねじったりとか曲げ伸ばすことで、関節に付着してる筋肉同士がこう固く張り付いているような状態を揉みほぐして剥がしてあげることで、可動域がこう変にねじったりとか硬くなっちゃって股関節落としにくいとかっていうのが予防できるというか、ストレッチに近いです。ストレッチ、揉み剥がしてるような筋肉。なるほど。例えばあのタイツを履くことで外気に触れて筋肉が冷えたりするのを予防できるというか、例えば長時間滑ったりしてると筋肉が温まったりクールダウンしたりとかで硬直を遅れさせてくれるというか、あとはまあそのビチビチのタイツなんで筋肉の動きのサポートをしてくれたりとか、あとは血行も良くなります、下半身全体ので、筋肉の動きも早い段階でウォーミングアップが進むような、そういう目的で履いてもらってます。関節ってあのどこもかしこもグラグラ動いた方がいいわけではなくて、例えば膝なんかもそうで、使ってるばっかりいる筋肉と、まあ、サボってる筋肉みたいなのがあって、こう関節が不安定な状態を、まあ、これでカバーしてるような役割があります。メインとしては交互なんだって。モビリ動いた方がいい、動かない方がいい、動いた方がいい、腰が動かない方がいい、胸は動いた、動かない方がいい、動かない方がいい、なるほど、交互になってる。それ理解してなかったら膝をさ動かし、あんまこうグニャグニャ動かない方がいい関節なのに、グニャグニャ動けってやってたらさ、逆効果じゃん。うんうんうん、やっぱり理解しとくってすげえ大事じゃない。なるほど。これは自分でチョイスして、なんかシリコンが入ってて縦の動きを衝撃を吸収してくれやすい。正直これだけだったらその膝がグッてなった時に縦の負荷に対してなんかちょっと弱いんですね。こいつをもう一個つけて、でかつまあこれ結構こんだけやってるからこうグッとあんまり曲がらないから、急にこうグッてなった時のまあ、予防にもなる。ちょっと触ってみてもいいですか。どうぞもうサイボーグです。サイボーグなんですよ。でもなんか動きづらい感は、動きづらい感は半端ないですよね。絶対にそんだけつけてたら、あとね心のケアっす、これは。なるほど。怖いから。そうか、そうですよね。実はちょっと、左足首をですね、骨折靭帯切って骨折してるんですよ。まあこれはだからもう今もうもし今日これを忘れていたら俺は家に取りに帰らなきゃいけない。あ、もうそれぐらい。それぐらい必須アイテム。そうか、もしくは買いに行く。多分さすがに左足首はもう治ってるんでしょうけど、もうメンタル面も大きいかな。人体の代わりになってるようなもん。そうそうそう、そういうことか。やっぱ切れてるから、はいはい、そいつを補う。僕のその今の膝の状態からするとフロントサイド180とかその動きが良くなくって、でなんとなく自分でやってても怖いな痛いなとかっていうのがあるんだけど、このこういうこのひねりの動作が、膝のこういう動作が俺の患部のところに負荷があるから、あんまりそのトリックはやりすぎない方がいいですとか、で逆にバックサイド側は引く動きだと痛くないから特に問題ない。その辺もちゃんとアドバイスくれるから、ある程度ちゃんとスケボーができるから、例えばフロントワンエンティとかできない人だったらそれも言えないからさ、ある程度できるからやっぱすごい助かってる。いやーすげー、なるほど。
かもめっちゃ今まで俺が見たやつの中でもかなりいい方やん。こういうあのスポンサー関係同士なるほどなるほど、トリック教えて、はいはい、あの体教えてもらう、なるほど、ギブアンドテイク、ギブアンドテイクを持っていく。おお、スケボーしない日はトレーニングをしていて、でスケボーする日はこのスケートボード自体がトレーニングと思ってて、でせっかくこの筋肉たちをちゃんと自分の筋力に変えるためにやっぱただただ滑ってるだけよりはタンパク質を運動後は2時間以内に摂取した方がいいとかっていうのがあるんだけど、どうせだったら運動しながら飲んだ方がいいんじゃないかなと俺は思って滑りながら飲むようにしてる。もうなんかアスリートに近いっすよね、もうなんか考え方そうでもね、すごいストリートがすごい好きで、はいはい、スケボーはスポーツだと思ってない、遊び、本当に究極の遊び、人生かけた遊びみたいなね、やってることはアスリートですけど、うん、心の中が、まあ、いつまでもストリートのスケーターのままかなっていう。なるほど、その究極の遊びを長く続けるためのちょっとことがちょっとアスリートっぽくなっていっちゃうってことですよね。そうせざるを得なくなってしまったんで究極の遊びをずっと続けたいわけですよ、死ぬまで。やっぱその膝を怪我してしまって古賀くんのおかげで滑れるようになってるんだけど、右膝にとにかく負担がかからないように体の仕組みを変えてくれたんですよ、トレーニングして。トレーニングってそんなワッシャワッシャこう筋トレするんじゃなくって、使ってない筋肉を動かして使えるようにして右膝に負担がかからないような体のトレーニングをしてくれて、今の滑るところの目標っていうと新しい自分で前できてた動きをとりあえず取り戻したい、一日でもスケートボードを長くするためにできるだけ右膝に負担のかからない動きとトリックと体の使い方っていうのを習得するのが今のスケートボードの滑る上の俺の課題かな。危ない、今の危なかったですか。今の危ない、本当危ない、セーフ、痛くなかったなるほど、セーフではあったんですね。セーフ、セーフ、セーフ、セーフ。違う違う違う、あーもう違う。
またメンタルからやり直しないよ。あーもうめんどくさいよ。ちょっとスケッチーだな。スケッチーっすか。納得いかないけど。納得いかないっすか。やめようかな。ずっとこんなにファイブオーしてることないからちょっと右足が怖いな。そうっす。スミスが一番ダメなんだけどさ、その次に多分良くないのバックファイブオーなんだよね。からのしかも良くないフロントマネーティーだからね。ナイスウィークです。ありがとうございます。若干納得いかないな。まあ、人それぞれかもしれないけど、やっぱり、僕はだけど、スケボーのために俺は全部やってるから、このトレーニングとか、コールをすることによって、スケボーが上手くなるとか、1日でも長くスケボーが続けれるとか、はいはい、全部俺はスケボーのために置き換えて、やってる。はいはいはい。はい、ご飯の時間でございます。はい、いやいや忙しい、いや忙しいし、また今回もねギリギリ、ま、今編集中なんですこの動画だから今日も、本当にね今日の、まあ今日土曜日なんですけど7時にアップできるのか、はい、ちょっとね本当はねたくさん飯食いたいんだけど食いすぎるとね、編集できないっていうのもあるんで、まあね、編集終わった後、がっつりね、行きたいと思うんですが、でもね、たまにカップヌードル食うとうまくないですか？はい、ね、あと、お湯少なめ、濃い味の方が美味しいんでね、はい、じゃあちょっと、いただきます。うん、うまっ。昔からあるけど、ほんとうまいね、カップヌードルは。うん。